賞って言葉がぴったりだと思いますよ。今でもやっぱりいろんな人とコミュニケーションとか苦手です。僕立ちくらみをするし、痛くてしょっちゅう保健室に行く。で、頭痛薬がもう毎日欠かせないみたいな。中3の時も地獄、高1も地獄。始まりました、モティチャンネルです。今回はですね、自分がですね、保健室登校してた時代のちょっと話をしようかなと思いますね。僕はですね、中学校1年生の時ですね、非常に大変な思いをするというかですね、まあそれ今まで味わったことなかったんでしょうね、多分ね。まあシャイはシャイだったんで、ずっとですね、このチャンネル見ていると分かんないかもしれないですけど、いやめちゃめちゃあれです、コミュ障って言葉がぴったりだと思いますよ。今でもやっぱりいろんな人とコミュニケーションとか苦手ですね。頑張ってますけど、これからですね、いろんな人ともですね、だからなんか YouTube でコラボとかだったらこうですね、全然喋れますし、講師の人たちもはい、みんなで飲み会とかってなったらすごいわーってなりますけど、なんか人がいっぱいいて、はい、コミュニケーション取らなきゃいけません、ね、自分から話しかけていかなきゃいけませんとかなったらもう絶対無理ですね。すごく、逃げたくなるですけど、で、小学生の時はですね、小学校はすごく人数が少なくて、みんな知ってる、みんな知り合いみたいな感じ、下の名前で呼び合ってるし、みたいな感じですね。私、上の名前で呼ばれてました、ね、僕考えたら。はい。まあ、うん、人によるのか。まあ、とにかくすごく親しい感じだったんですけど、で、そこの、小学校がですね、中学校に上がるときに3つの中学に分かれるんですよ。で、だから、自分のところから行ったのは、1、2、3、4、5人か。5人ですね。5人だけが、その自分の中学に行くと。で、大多数の人たちは、もう分かれちゃうわけですね。他の2つに行っちゃうわけなんですよ。で、多分5人しかいないんですね。こういう状況で、クラス行って、知ってる人が誰もいないっていうですね、状況になるわけですよ。中学校1年生の時に初めて。誰一人知らない。クラスの中に入るっていうですね。まあ、辛かったですね。めちゃくちゃ、緊張するわけですね。片頭痛がすごい止まらない。立ちくらみもすごかったですね。まあ、これはまあ、成長期だったっていうのもあったのかもわかんないんですけど、もうとにかく立ちくらみをするし、痛くてしょっちゅう保健室に行く。で、頭痛薬がもう毎日欠かせないみたいですね。そういう緊張を味わうですね、日々を送ってましたね。まあ辛かったですね。おちゃらけキャラなんですけど、本当はね、喋れん。ね、特に誰ともですね、喋れないっていうのが、続いて大変です、ね。まあ仲良くなるとすごくお笑いキャラなんですけど、そう仲良くなるまでがめちゃくちゃ大変っていうのを味わいましたね。中2の時はすごい良かったんですよ。で、なんで良かったかっていうと、先生がですね、すごく気にしてくれる学校で、ちゃんとクラス分けで仲いい友達同士がクラス分かれるようにしてくれてたんで、そうなんですよ。だから中2になったら僕の中1の時に一番仲いい人と同じクラスっていう風になってたんで、だからすごく良かったですね。中2の時はすごくですね、楽しくやってて、もうそのクラスの中でもそのなんかムードメーカーみたいな感じで、すごく、まあなんですか、中2病と言われるやつですか、中2がピークみたいなですね、それを味わうわけですね。で、もう中3だと引っ越すわけです。引っ越すからまた誰も知ってる人がいない。で、高1の時も、ね、誰も、僕、学校の中でそこの高校に行った一人だったんですよ。なので、誰も知らないですね。また、中3の時も地獄、高1も地獄で、高2になってクラス替えしたらですね、誰一人というか、まあ女子はいたんです、同じクラスのですね3人か、ね、行くんですけど、別に誰とも喋んないんで、私その人たちとだから結局一人みたいな感じです。またで、高2と高3は変わんないっていうやつなんですよ、あのクラスだから。辛かったですね。一人を味わう。で、当然大学入ったら、またですね、そこから行ったの一人ですから、また大学で一人、辛い。大学院行く時も一人ですね。っ
ていう一人をかなり味わってきてるんですよね、クラスとかでですね。なので、かなり辛い思いをしてきたなっていうのは、そういう人間関係、シャイで人間関係にすごく、大変な思いをしてきたっていうのが今でもあります。はい、だんだん慣れてきてはいたといえばいたんですけど、一人にそれでもやっぱりですね、やっぱコミュニケーションって大変だなと思います。で、まあ、それでね、留学するときとかはもう別人になるので、あと大学時代のときもそうでしたね。もうなんかもうおちゃらけて、大学デビューみたいな感じとは言わないですけど、おちゃらけてましたね。で、大学2年になって専攻変わって、またそうだよ、大学2年もそうですよ、専攻で知ってる同じクラスの、まあ、同じ専攻に行く人がいたんですけど、出席番号順で2つのクラスに分かれてたんですけど、2つのクラスに分かれて、前半の方にはですね、そのクラスメイトだった、この大学1年の時クラスメイトだったりしたんですけど、後半の方には男3人でしたね、そもそもね、男3人で誰もいないっていうので、まあ大変でしたね。またすごいですね、大学1年の時はガーッと喋ってたのに、大学2年になって急に全然喋れないみたいになって、ね、そんな大変な思いをしましたね。まあそうです、そんな感じで今でもで一人でいることがすごく多い、人付き合いがなかなかうまくならないですね。でもまあ今年は頑張ります。上に上がろうと思ってますので、ですね、ちゃんと人付き合いしていこうと思ってますので、ですね、何かしらコラボの依頼とかあったらぜひ言ってください。はい、頑張ってやっていきますので、はい、よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。また動画終わっちゃいます。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.